ターンなんですよね。そう。そうじゃないんですよ。そうじゃない。いい思い出ができたぜ。さて、飲みに行くぞって感じの。よかった。俺はまだまだ強くなれる。ペットボトル傾けすぎて水がジョバジョバジョバってなって。チャドルは孫さんいたとこだね。で上司があのひろゆきだったらしい。どうしてどうしたやったぞよし早いじゃん今日というかなんかサクッともう試合やん今日早いじゃんっていうか昨日いなかった昨日の開幕何言ってんすかさっきからえいや昨日いなかったじゃんね1時間ぐらい待ったんですよ昨日配信つけてから試合始まるまでいや早いじゃん今日ねなんかね山くんってラッシュ見ながらインパクト見ながら対空見れる人種らしいねあーそう大事なんですけど、うん、DJ って立ち回りやっぱインパクトきついからあーそうそうだよねそうそうみんな打ちがちなんですけど山暇な時間は基本インパクト見てますねやっぱそうなんだでもしゅうたくんも割とそっち寄りじゃないあーいやでもそん最近そんなっすねあーそうなんだ前親指インパクトだったんでその時は行けましたけどあ今小指インパクトなんで場所変えたんだはいここにあるかで結構親指にしたらでもやっぱ見てなくてもいけたりしましたけどねマジか親指インパクトいいんだ俺もアケコン増設するとしたら親指になんかつけてえな相当怖っすよやっぱ今追加親指ないのそうなんだ結構ねえ追加親指結構あれなのポピュラーじゃないですかそうなんだレバーでもやっぱもうつけてる人多いと思いますわへえそうなんだてかそもそもあれですよね6ボタンなんですよねそうそうじゃないんですよそうじゃないんですよインパクトどうやって押してるんですかいや普通に今日を同時をしてますけどなんでやりやすいかなぁ思ってたまにずれちゃってなんかパンツが出ちゃったりするんじゃないですかそれあーなんかインパクトはないねパリーはあるけど、インパクトはないなパリーぐらいはつけてもいいしますけどねまあね親指パリー親指パリーかこれもう使う。ガン処理っす、山くん。もう言うことないっす。ガン処理っす。相手かなり、あれだね、イケイケというか。そうっすね。あヤンキーっすね。ヤンキーだね。これはさすがに。あっまあ死にはしねえけどな。いやまあ、インパクトしな。使うのかな使わないか。まあそうだよな。あっこれはまあ山口めちゃくちゃいい人そう右の人の笑顔めちゃくちゃいい人そうなんだけどなんか友達がいじめられたら多分すぐ来てくれて絶対にあの身を挺して守るタイプだそうほらもうめっちゃ笑ってますもんああめっちゃいい人なんて日本は強いプレイヤーが多いんだってね今日はついてるぜみたいな顔して、ね、いい思い出ができたぜさて飲みに行くぞって感じのよかった俺はまだまだ強くなれるマジいいやつだなあの人絶対いい人だぞあれ爽やかだもんカルビレイドありがとうございますおカルビちゃんねうまくなったねあのさっきダイヤさん行ったらしいですねあそうなんだ頑張ってほしいねその前一緒にねシアルカップチーム組んでましたもんねそうそうそううまくなってたよマジで NG ではないと、うん、いやちょっと安心したよ口聞いてくれるんやってそんな悪いことしてないですけどおいしいうわ今の勝負設置いったねうわー美味しいけどパンがおー偉いこれうまいぞジェイスいい攻めしまんねうわいや死んでたけど死にはしねえかさすがにさすがにしないねうわえロッキーすぎロッキーすぎ設置じゃ設置ボディ何でもいいからラブしかいかん確かにだからオーディだよねうわ走ってるこれ強いぞえらい今よく走ってた踏んじゃうああね見てからリュービー言った
これ強いぞ。普通になかなかやるな。ああ。これよこれ。これで結局勝つぐらいがちょうどいいんだから。そうだよ。そう。なんか苦戦しのとりあえず最後には勝ってほしい。さっきのね、山はだって俺らもう試合見てなかったもん。そうそう。だってまあ、これ絶対勝ちますって感じだったから。まあいいやって感じだったもんね。正直。ちょっと集中してみるぐらいの。ああ。これはね、かなりいい勝負っす。そう、こっからね、もう十分っすよ。うん。うわあ、うまい、うまい。いい距離の飛びしかも使ってるし、ちゃんと。おお、大わこれかなりちゃんとしてるな。どっちもうまかったな、今の。なんでアクアさんも今、とがめられたんだ。ね。やしね。いや、いやらしい。あ、ラキ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 ラ。だねー。うわうわこれは積んでるかな。まあ、SNE も使うかどうかだけど、使ったら積んでるな。あ、おいしい。え、あんじゃない。おいしい。これは、え、これ SNE にガードさせられれば。おいしい、おいしい。もう一回じゃない、もう一回 SNE じゃない。じゃね、あ、おいしい。これは、有利まである。有利まであるね。リトルバラン、ワープ、そっちなんだ。あ、削り削り削り、これ削れんの。おいしい。おいしい、持ってる勝ち方だ。でかいね。今の相当負け濃厚だったけどね。うん、画面端バーンとあれ。こういうやつが優勝するんだよな。わかる。持ってるね。そう、持ってるやつが優勝するから。家庭。あ、悪い。これはバーンとか。大Pかな。どっちですんだろう。まあそうだな。SNEだろうな。こっからどんだけ投げるかだよな。うわ、ラッキー。これはラッキー。あ、いや、設置か。そうだよね、設置して、時間稼いで。わかった、優勝するだろ、これ今日。おいしい、おいしい。まあまあ、全然ね、これとりあえずやって。おいしい。これでいいの。素晴らしい。よく勝ったのこの試合。いやマジで結構負けっぽいラウンド取ったからね。審判負けてましたね。あ、アクアもうお前もういい負け、お前もう動くな、もう負けだからっていう。心配なくて。マジで負けっぽいの多かったからな。孫さんもうそろそろです。7時には始まりますね。そうだね。今日孫さんがもし勝っても負けてあともその流れあるんだろうな。まああるだろうね。孫さんどうなった。負けたっつのっつ、ね、負けたよ。誰に負けた。なんか海外の人だよって。そっかーって誰に負けたのっていう。海外の人っつうのっていう。ああごめんごめんごめん。でどこにいんのアメリカだよっていう。DJ はね、6でかなり大化けした。キャラ人気マジでなかったからな。弾も強いしな。そうだね。4の時もね、強かったけど、まあ別にって感じだったね。エドもさ、相当成功してない。いや、そうっすね。やっぱ5ちょっとモーションダサかった気するっすね。ダサかったね。ねえ。なんか一応、ベガのあれなんでしょう。ベガだかセスのスペアボディなんでしょう。まあ、昔からかっこよかったけど、まあなんかちょっと。こんなにスマートにかっこいいって感じではなかったね。確かに。そうそうそう、シャドルは孫さんいたとこだね。孫さんいたところ。そう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 。で、上司があのひろゆきだったらしい。ひろゆきさんも影響出てるじゃん、それ。そう、なんかその影響らしいけどね、孫さん。創生だったんですか、ひろゆき。そう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 。なんかその時のね、なんか影響受けてるって言ってたけど。聞き間違いかと思ったら、ちゃんと言ってた。なんかあの、本当は。寿司屋で上がりっていうのもひろゆきの影響って聞いたけど。スト5後期からプロ勢追い始めたから孫さんシャドルなの知らなかったとか言って。噂ってこうやって広がってくるんだな。こうやって広がるんだな。どん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 着手されて。そうだね。孫さんシャドルらしいからの。実はベガより偉かったらしいぞ。そうそうそう。実はベガ殺したの孫さんらしいみたいな。いや、わかんなすぎてやばいな。おひれがついてくんだろうな。孫さん、ヤフーニュース乗ったんだ。なんでゼロ回線でしょ。えあのゼロ回線突破しましたっていう。え、孫さん、それでヤフーニュース乗ったんですか。そう。え、超大物タレントやん。大物タレントだよ、マジであの人。え、だって言うたら飛行機飛びましたって話ですよね。そう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 、無事行きましたみたいな。それでそんなんで。え、すごい、もう。あの人、あの運転免許のさ、一回なんかあの予約しないと無理ってなったんだけど、はい、それでもニュースになったからね。
ああ、なんか、ナローさんもそれ関わってますか？そう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 。そうね、俺が送ったんだけど、そうっすね。いや、予約しないとダメだったみたいな。それであれだったからね。マコさん頑張ってねみたいな感じで言ったら、そう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 。予約してなくてみたいな。そうダメだったわみたいな。すごいよね。俺も乗ったんすよ。あ、そうなん？ CR 入った時。あ、へえ、そうなんだ。それで親がちょっと、うん、喜んでました。まあまあ、そりゃそうだろうね。親 CR 知らなすぎて、俺最初反対されたんですよね。うん、あ、親に言ったんだ。言いました。へえ、チーム移籍しようと思ったやつ。後悔しないのみたいな。そうなんだ。まあだって最瞬間ってめちゃくちゃでかいからね。まあそうですね、超でか。薬品会社だっけ？製薬会社だっけ？そうですね、製薬会社。そうだよね。まあ親は知ってんのはどっちかというとその薬品会社の方だろうからね。まあそうですね。うん。認知度。認知度で言えばまあ一般認知だったらそっちだからね。それはそうなるよね。最終巻ってどんなその有名なやつだと 何出してるの？薬品もので言うと。あ、ドモフルリンクルなの？あー、そうっすよ。飲むドモフルリンクルとかもあるしね。そうなんだ。めちゃデカです。それすげえな。一回工場見学行ったんですけど、クソデカかったっすね。まあそうだろうね。LLJP、アイハートツイス。これあの韓国のアイドルのやつ、ツイスって俺詳しくないんだけど、なんかツイスっていなかったっけ、韓国のアイドルで。トワイスじゃないですか？え、これトワイスって言うの？え、トワイス、え、トワイス知らないんですか？知らないっす。まあ俺もそんな詳しくないですけど、え、なんかツイスじゃない、規模的に言うとなんかなんだろう、そうなの、本当イチローぐらいのあれだと思ってました。知らなかったっす。ツイスはそうなの、トワイスさん、ちょっとあっち行ってほしいですね。知らないです。マジで知らないです。知らなかったです。ダメになりましたわ。多分俺知らなかったら一生あートゥイスねって言ってたと思うわ。有名なね、韓国でね。よかったっすね。子供の前とかで言ってたらもう子供いじめられたかもしれないです。確かに。お前トゥワイスだよって。今日ツイス来ないの授業参観とかって言われてましたお前の親父、ほら、トゥイス、トゥイスって。トゥイス来ないの、トゥイスって。トゥイスって言ってこいよって、お前の親父って。挨拶、トゥイスだべって。まず配信で来るでしょ。マックス言ってるんで、さすがに。次じゃないかな。まあ、2回は CM 挟むでしょうね、孫さんは。まあ、挟むだろうね。孫が来るぞ、来るぞって。昨日からお待たせしましたと。なんか俺ワンラウンドとワンラウンドとか一試合取られてほしい。一試合取られてでリーチまで行ってほしい。そう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 。大丈夫かってところからあのまあしっかり勝ってほしいね。さすがだよ孫さん。しかも特にホンダっていうキャラがいいね。ホンダですね。そう龍とか剣とかね、ルークとかそんなんよりも。そう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 。なんかそれだとちょっとね勝ち目がやっぱりねちょっと難しいから。でもホンダだとやっぱね無限の勝ち筋あるからね。ひらめの教師だろうけど。マジで何も言われなかったね。来たか。お。すごいじゃん。さあ。ほぼこけてるやん。めっちゃこっち見てくれる。腕でもうちょっと頑張ってくれ。頼む。見せてくれ。もうちょっと頑張ってくれ。倒せ孫さんを。ワンマッチ取ってくれ。ワンマッチワンラウンド。それ。そう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 。体育のね。てんのかと。駒投げいっちゃえよもう今の。いっちゃえよウルデビー。いっちゃえいっちゃえもう。30回いっちゃ30回。100巻で荒らせ。ええ孫さん味方だけど、まあ一回ちょっとさ見たいよやっぱ。一旦負けていいじゃん。うん。一ラウンド負けても負けじゃないからさ。これ何も起きないっす。でかっ。おおおお。バーツさせたいな。そういうこと。普通に一回フルデビュー応援しよう俺らで。いいよ。小投げして。ケツいけ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 。ケツケツ。いいよ。バーツ。はい続き。はい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 。はい。いいよ。はい。どうすかいどうすかいどうすかい。そうそう。おお。おお。はい。ドン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 。えこれやりきるやりきる SH か。SH バーゴン。おお。応援届いたな。いいよ。ケツここからめっちゃ荒さんこの流れから。確かにこの流れからちょっといやもう前歩きいらない、もうしゃがんでケツと続きでいこう。シンプル。うわっ、えらい。はい、えらい。おおうわー、コパンチューパー入れ込んどけよ。
パリ惜しい。ラッキーラッキー。いいよ。惜しい。お、これはあれ。ああ、いやないそれ。飛ぶかい。いやないそれ、全然ないそれ。これ SA さんあるから。全然いいんだから。まあ、モダンだしな、しかも。そう、モダンだから、なんならバウトしてもいいよ、わざと。ちょ、SA2をとりあえずね、ダメージあんまり食らずに。なるほどね、そんなルートがある。ナイスカップ。きたー。よー。何ジャンプしとんね。舐めとんのか。いって。あじゃあ。もう普通に SA さん打っていいよ。うわーケアしてる。普通におめでとう。何もなかったっす。ちょっと惜しかったっすけどね。何もなかったっす。でもいいよ、これいい動きしてるよ、孫さん。ねえ。うん、いい動きしてる。ナイス、孫さんですよ。いいじゃないですか。きたー。あ、来た。瀬尾流星。これなかなか流星さん一生若いな見た目。流星くんってさ、なんかあのジャンプの漫画にそうな見た目じゃない？どの作品かによるっすね。なんかなんつんだろう、ヒロアカとかにいそう。あ、いそうっすね。ああ、わかるでしょ。マジでやべえやつですからね。流星さん、俺ソファイブ始めた時から仲いいんで。ああ、じゃあだいぶ長いね。いつもイスクで、コーヒーカップとコーヒーを両手で持ってたんですけど、常に本当その姿勢だったんですよ。どんなコーヒー好きなんだよ。で、ある日、ペットボトルの飲み物だったんですよ、その日。そしたらいつもと違う飲み物だから、だんだんそのなんか普通に手に持ってて、ペットボトル傾けすぎて水がジョバジョバジョバってなって、リュウセさんこぼれてるっすっつって、なんだこれみたいな言って、その後リュウセさん見たらまただん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 手が下がってて、ジョバ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 って。やばすぎやね。こぼさないために多分ね、コーヒー持ってないと手にマグカップと。やばすぎるやろ。あれめちゃくちゃ面白かったんだよ。大丈夫かこの人ってなった。じゃあこれまあこの勝った方で、まあ順当にいけばネモさんだけど、これも JPJP ですかっていうか、多分ずっと JP ですね。そうね、JPJPJP がいて、で JP も勝った方の JP じゃない人と JP、瀬尾さんの JP と、あ JP くそいわここ、くそいわ。これは確かにアイドルもあの家でミラーしてたから有意義かもしれない。確かに確かにそうかもしれんな。プール見て決めたわけじゃないでしょ。まあ違うだろうけど、アイドル一番嫌いそう。まあね、マゴッチ JPJP っす。マゴッチ JPJP か、うん、負けたらもう一回ルザズ JP だな。マゴッチ JP が道ないな。JP3 連発あるな。ずーっと JP っす。ずーっと JP か。まあでもあのジュリっていうキャラで良かったね。ジュリ的にはね、まあ言うて別にガン有利じゃないんだろうけど、まあそうですね、うん、まあやれる方っていうのは聞いてるから強ないっていうあるから。あれなんか強ない。フリオくん、フリオ、フリオッチ、何、あれフリオッチ、ちょっとあのね、みんなね、ちょっとラッシュがなんかね、ラッシュフリオッチラッシュだね、みんなね、ラッシュ止めすぎやね。フリオッチラッシュバってるだけゲーミングで結構ダメージが、そうだな、まずいな、あまずいな、あまずい、死んでたな今な、死んでたな。ああこれマコさん、やばくね、それはそれ当てるしかねえな、もう。まあこれはやばいね。これは一回でも離れたら負けやね。まあそうだね、もう触り続けるしかないが、ね、そうだよな。あれ一旦戻っ、シュちゃんこれなんか振りを強くね、一旦振りを最強ってことにこの一旦振りを最強にして、最強プレイヤーかな、一旦振りをだと、うん、多分抜けんのも優勝するのもシラッシュ、そうちょラッシュ、ラッシュやめて、普通多分どっしり地上戦がいいと思うな。うん、やっぱねちょこちょこ甘さはあるから、やっぱり焦ってねえか孫さん、その前ジャンプはみんなね、なんか意味不明だ、何やってんだあんた。何やってんだよ。ただ走れねえからな。痛い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 、おいしい、おおいしい、でかいでかい。孫さん次はネモって言ってるからルーザーズの話してたんかな。だんだん流れはね、7分前ってか15分後っていうね、流れはだんだん未来予想ツイートかな。
危ない、それラッシュがね、ラッシュが負け筋だね。おでああでかい、はいはいはい、ポンポン、ジュリラッシュ、おお、どうしてどうした、喜びすぎだろそのジャンプは。ボンジュールって言われたかった喜びすぎや、いや余裕っすね、これは。あでもあんま死ぬか、ちょっといや知らなくね、死ぬか、ちょっとね、運も悪いね、なんか動きがちょっと荒い、魔王さんにしては珍しく勝ち急いでる。いい壊し投げ、もっとあなたはどっしりさ、そう、どう、魔王さんといえばどっしり、どっしら、そうそうそう、どっしらでしょあなた。うわ投げ間に合うんだ、勝率はかなり高いな。はい、オッケー、あ、オッケー、え、あ、これワン、あ、あ、ラッキー、マジラッキー、死んでたんじゃないかと。え、だー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 、それはやばいかもです、これはこれやばいかもです、これはちょっとやばいかも。でもインパクトがあっても死にはしないかな。まあそうだね、ちょっと小銭、これはちょっとやばいよ、あらがおあらがおない、あらがお、あ、死んだ、これ死なないよな。ただね、これ最強、いやマジで怖い、うわ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 。まあでもやっぱり今までのね、最近のなんか情勢的にはね、不良が今一番世界で強いって、まあらしいね、不良が今かなり伸びてる、アングリーとメラにね、なんか12とかで勝ってるらしいですね普段らしいね。あと俺もなんか昔から聞くような MOV と不良は仕上がってるって二大巨頭で仕上がってるって聞いたが、いやでもなんか時田さんも中学生の時から聞いてるっつった、不良が仕上がってるけどマジか、いやーでつかちょっと焦ってたよな孫さん。なんかアムネジアとかもやらなかったのでかかったっすね、あれ。アムネジア見てね、垂直出ちゃったみたいな、喜びのジャンプ大キックね、垂直のあれ惜しかったな。そう、あのちょっといらん動きが多かったっていうか、なんかちょっとあのなんか試合を早く決めよう感がやばかったな、決めたがり感がやばかったね。あっから負けるなっていうか、最後のラウンドちょっともう一回見せてほしいな、こんなコンボしてもう体力満タン、なんか気づけば一回目よく耐えたけどな。いやてかね、大ピンインパクトを止めたかったね、あ SH で孫根も流星全員ルーザーズ映る前に終わっちゃう、全然あるな。うわ、もう次流星孫配信外でやってます。あ、もうやってんだ孫流星、もったいねー、金持ちの息子とやってる、怖いっすね海外大会。次の配信で孫さん最初なんて俺分かるよ、 JP ばっかじゃん俺負けても JP なんだけど、うまいこと言うね君、 JP にないもの弱点だよ渋いね、いいこと言うね。孫垂直ジャンプトレンドって、レバーだからやっぱどうしてもね、とっさの時にね、孫さんレバーっすよね今。レバーだね。レバーはやっぱねジャンプなりやすいね。跳ねちゃう。あんまあるかな。あんま俺ないけど。いやまあレバーレスとかに比べたら、あそう。起きうる。レバーレスは絶対もうそのボタンの押し話だから起きないですけど。ああなるほどね。ちょっとその可能性としてはね。はい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 。まあそれでも珍しいですけど。まあ映えてたな正直あれ。まあ映えてたね、うん、マジでジュリー喜んでるように見えましたもん、うん、やったーっていうそう読み切ったーっていうやったぞーっていうふうに見えちゃった、うん、何化けなのかもまあ謎だね、高いですねそれが、司法解剖進んでるね、うんおーおおおおおやだなそれ、そう、あ、本当に来た、わかる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 、ね、超わかる、ためだけ間に合わないみたいなあるんだな、マリザでも。わかる。え、孫さん、負けと。リスさんの勝ち？流星でも。こっからあと3試合なんですけど、このプール。あの、オール JP。JP、オール JP、ドローキャラス。あの、4JP。4JP っす。4JP、3マッチ JP ミラー。
孫さんまだ生きてる、嘘つくな。今日の夜さ、あの空見上げてごらん、一番黒光りしてる星が孫さんだよ。なんで黒いんですか。見てごらん、今日焦げてんすか。空を見てごらん、今日あれかって納得するはずだよ、君も。